矢野次郎から1906年6月17日は、明治時代の日本の外交官、教育者、実業家、旧幕臣。はじめは、次郎兵、ついで、次郎と名乗ったが、自ら好んで、次郎と署名し、晩年に至って、これを通称とした。前半生は、新進の洋学者として、旧江戸幕府及び明治新政府において、外交、通称などの実務に従事し、 30代以降は、一橋大学の前身である、商法講習所、東京商業学校、高等商業学校の早々期の校長を長く務め、日本における商業教育の開拓者となった。また、教立女子大学の創設者の一人であることでも知られている。1845年、幕臣、富永宗五郎と、母、ィエの次男として、江戸駒込に生まれ、 二歳の時同じく幕臣である、矢野氏の養子氏となり改正したが、そのまま実家で育った。陽明は次郎吉。父、宗五郎は、微禄の御家人ながら、江川英龍、伊藤玄牧らと交わる、解明的人物であり、鎖国の打破と西洋平日の導入を唱え、幼少期の次郎に大きな思想的影響を及ぼした。1860年、16歳で幕府の役官。 森山拓一郎をついで、西吉十郎の下で英語を学び、ここで、関新八、増田高と修正にわたる交友を結んだ。スフィンクスで記念撮影する池田長発一行翌1861年、水戸藩市による、東前で寺事件が起こると、矢野は、佐し増田と共に、幕府の外国家役官に抜擢されて、関係各国との事後交渉にあたり、 同年末三人は共に、横浜在勤を願い出て、当時の税関たる、運譲所に配属され、語学の腕を磨いた。1863年11月に、池田地区を守るを団長とする、第二回県王施設の役官としてやはり指し、増田と共に随行を命じられ、翌1864年8月に帰国した。1865年、幕府が、 フランス式兵制を採用した際の母兵に応じて、増田と共に、騎兵練習隊に入隊、差しずく心得となり来日した、フッツ軍事顧問団の下での演習に参加した。しかし、在籍3年で、幕府は瓦解し、多くの隊員が旧幕軍として母親戦争に参加する中、1868年、矢野はこれに組みすることなく、関を持して、史跡を脱することとなる。 時間後の矢野は、同じ1868年横浜に翻訳書を、開き翻訳業及び外国貿易取引の仲介業に従事して、成功を収めた。しかしほどなくして、中米弁務士であった森有則の水盤を受け、1870年11月に外務省に入りに当初期間に任官、渡米して、ワシントンに在勤して一時中米代理講師となった。 そして1875年の帰国の後間を辞した。矢野次郎時間後の矢野は商業教育の必要を唱え、同じくアメリカから帰国した森が福沢諭吉の賛同を得て、1875年8月、私塾としての商法講習所を東京府か京橋に開設すると矢野も参加した。この講習所は私塾の形をとっていたが事実上東京会議所の 所管であり、翌1876年5月、東京会議所の解散に伴い、東京府に移管されることとなった。また同じコラモリも中心講師として、日本を離れることとなったことから、矢野は、増田や勝海州大久保一郎らの熱心な説得を受けて、講習所所長に就任指導所の経営を引き継ぐこととなった。以降、商法講習所は、農商務省に移管され、 東京商業学校と解消されるなど、組織的変遷をたどったが、折からの財政難から、同校は遺憾の度に、行政当局から起こる廃校の動きに直面するに、こととなった。矢野は1883年11月、諸葛期間の長たる東京府知事、吉川県政と衝突し、一度は同校校長を辞任したものの、翌1884年には復帰し、 森や渋沢栄一など官会、在会の有力者の力を借りて、廃校の危機を巧みに切り抜ける一方、経営者の手腕を最大限に発揮して、日本最初の商業学校の基礎を固めた。そして、文部大臣に就任した森の下で同行を文部省に移管させ、ついには日本初の官立高等商業学校への改装を達成したのである。この間、 彼は1886年、教立女子職業学校の設立発起人にもなお、連ね、同校の創設にも関与した。しかし、長期の在任に伴い先見化した矢野の学校運営に、交渉生は次第に不満を募らせるようになり、彼の排斥を求める学内の声の高まりは、学校騒動へと発展した。この結果、多くの生徒が退学処分を受けるとともに、 矢野自身も、その攻めを追い百8 9 3年4月ついに、退任のやむなきに至った。高等商業学校の経営から離れた後の矢野は、東京商業会議所名誉会員に任じられ、日本ビール株式会社取締役や、臨時高等商工会議議員などを、歴任、1904年には、貴族院直選議員に選ばれた。1九百六年六月十七日、 東京アザブヒローで死去。去年六十二、生後位、君後等が贈られ、青山墓地に埋葬された。彼が初代校長を務めた東京高等商業学校は1920年四月に東京商科大学に昇格を果たし、同大学の新たな国立高地には1931年、矢野の銅像が建立、さらに翌く1932年1月には、 一つ橋田元に矢野記念館が建設され、彼の業績が記念されることとなった。矢野二郎、ありがとうございます。